んにちは、毎日詰将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は9手です。詰ましてみてくださいと。私これ紹介している問題は全部自分が解けたものだけを紹介していて、解けなかったやつは悔しいから、お蔵入りなんですけども、ですからまあじゃんじゃん解いて、で撮影前にもう一回解くんですけども、撮影前にこれ解こうと思ったら結構時間かかって、まあ随分前に解いたやつだったんで、あれ結構難しいなと悩んじゃいましたと。でまあこれまあ絶対ありえないのは、まあこういう4二飛車何みたいな手はもう合駒で2対2なんで、まあここに銀でも打てればいいですけど、単なるただ取られちゃうだけなんでありえないんですけど、まあいずれなるけどすぐにはなれないと。でまあ こんなのも全然ダメですよ、ね、なんでまあ初手はとりあえず玉は下段へ落とすかなと。これ正解手順としてはと逃げるんですけども、まあ一応取った場合の変化もちゃんと読まなきゃいけないんで、1段目に落ちてくれればもう一見流が実現して、まあ逃げるのは簡単なんで、合駒は桂が最善ですね。っていうのはいずれここへ銀を打つような手の時に取れるようにしておくんで、でまあここではまだ2枚残ってるんで、まあ一見流でとりあえず打って逃げて、でまあこの銀取られちゃいますけども、取らせて竜の横利きを通して詰むんで、2一銀は取れないと。ので逃げると。でこれでむやみに追っかけちゃうとこう逃げられちゃうんで、飛車の横利きは一旦通さなきゃということで桂馬がなると。まあこれ同銀と取ったらもうこれでまあこっちこれで詰んじゃうんで、これでも詰んでるか、これ一応、それでも詰む。まだ一応残ってる。で、まあ詰んじゃうんで、まあ同玉と。で、まだ銀が2枚残っていて、で、ここでまあ、玉は1段目に押せられても、飛車成りがあるんで、心配ないんで、こう取られても。銀はこっちから打ちますか。で、こう逃げて、4一飛車成りで、相手方で詰むんで、この2三銀は、素直に取ると。で、これでもう飛車の横利きが通ってるんで、今度こそ1二銀打ちが実現して、で、まあ、まだもう一回逃げられますけど、最後、念願の飛車成りで相引かずで積み上がりということになりますと。じゃあ、詰め手順一応確認すると、2一銀、2三玉、2二桂成、同じく玉、2三銀、同じく玉、1二銀打ち、2二玉、4二飛車成までの9手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。